はやぶさ。まあ、ただやっぱりね、それぞれの作品の設定だったり、キャラクターの好みだったり、そういったものを語り合いながら。一人食べるようじゃないの、お前も一緒に、リュークご飯誘ってくれるんですか。ありがとう。いいのかな、喜んで。あ、爽やかだな。なるほど。渋いな。この辺のギャップもまた一緒に楽しんでいただければ。ね、なんか素敵なオフランスとかイタリアンとかダリウス連れてってくれそうですけど、リュウはなんかあの川で魚釣るとできる、ね、焼いたそのまま出てきそう。ね、だいぶワイルドだな。あ、今なんかちょっとなんかが上がった。ちょっとキラキラっていうのが、キラキラした、はい、有効度っていうのがあって、それが、はい、アップしましたよっていうちょっと記号的なところですね。あの有効度が上がっていくと、はい、いろんな要素が解禁されていくというような形です、ね。リュウ、ハヤブサがキラキラすると面白いですね。そうなんですね。ね、あんな渋めなキャラが。あんなのみたいな。お、ホットチョコレート。まあ、女の子ですからね。そうですね。この辺もだから、はい、キャラクターの好みだったりっていうところをちょっとご紹介しながら、はい、ファンの方には、ああ、こんなのあったよねっていうところに、そうですね、触れてもらうっていうところですね。霞の好みはね、エクストリーム3の方で散々ね、そうですね、あ、これ好きなのみたいな、本編の方なかなか語られないんで、はい、そうなんです、あっちもやってもらうと非常にいろんなのがよくわかるかなって、ね、人となりがいっぱいわかりますので、はい、まあ、そんな感じでキャラクターたちがこう、ちょっと1個だけいいですか。ここそんなに時間取れないかもしれないんですけど、マリーちゃんだけ声かけてほしいってコメントが今来てて。マリーちゃん、マリーちゃんどこにいましたか。なんかマリちゃん見たいみたいな今コメントが。マリちゃんここにいなかった。あ、ここにいない。マリちゃんはですね、いない。マリちゃん仲間にしてないかもしれない。あ、マジか、残念。レンブ上マリちゃんいるかな。レンブ上にいるかも。マリちゃんいた、マリちゃんいた、いた。マリちゃんちょっとじゃあ後で紹介しましょうかね。後でそうですね、ちょっとね、はい、で、まあ、こういったちょっと建物の中にもいろんな、はい、まあ、施設といいますかちょっとした遊びがありまして、はい、ここにあの見覚えのあるなんかの触覚が見えるんですけど、ね、これ何やってるのかな。テクモっていう風に書いてありますけど。ああ、まずだ。テクモといえばというところで、はい、何やってるのこの人。昔懐かしのアーケードゲームがプレイできるというか、キャラクターたちがプレイしてるいや、これダメな見本ですよ。バンバンしてるじゃないですか、これ、ね、ちょっと本気になっちゃってますね。そう、これだいぶあかんってコメント来てますよ。これやるとね、ゲーセンで嫌われますからね。その上ちょっとこれ負けちゃったっていう感じですかね。いやー、大人げないなそうだよ、リュウさんが叩いたら壊れますからね。確実にブンブンあるから。そうですね、ブンブンさんかしら。まあそんな、はい、まあ、オールスターならではっていうところ で、なんかね、持ってきた要素がちょこちょこと入れるようにはしてますね。吹き出し吹いてる人は話しかけるんですか。あ、そうです。まあ、こういう一般兵なのかちょっと話はできまして。一般兵目つき怖いな。この人はあれですかね、最近のやつらの方がマシだ。これ新三国無双から一緒に連れてこられちゃったんですかね。 あ、くっついてきちゃったんですか。そうなんです。あら、まあ、ヒーローだけじゃなくて一緒に来ちゃったんですで、ちょっとこちらはですね、はい、いらっしゃいませ。ちょっと成長の要素をご紹介したいと思うんですけど、ヒーローカードというものがありまして、まあ、いわゆる無双シリーズでいう武器みたいな感じですね、はい、いいですね、このイラストも。いいカットが入ってますけども、はい、かなり角度こだわってますね、きっと。そうです、はい、で、このカードにですね、いろんな属性というか効果をつけてカスタマイズして、うんうんうん、楽しんでいただくと。なのでこの素材をいろいろ集めてきて、はい、効果をつけて、うん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 、自分好みのオリジナルのカスタマイズをして戦闘に出てすごい。カードの効果種類めちゃくちゃ多いんですね。そうですね、いろいろあります。防御系から攻撃に。もうこれ私は完全に攻撃力倍みたいな、そういう強さ脳筋脳筋みたいにしたいんですけど。そうですね、その辺は、はい、ユーザーの皆さんの個性が出るかなと思うんですけど、その辺でやり込んでいただくっていうところと、あとは属性ですね。カードそのものに属性というものがありまして、属性、ああ、はい、氷とココナーとか闇とかいろいろあるんですけど、はいはい、愛属性というのはこれちょっと分かりづらいというか、はい、今回というか、この無双スターズで用意した属性なんですけど、なんていうんですかね、その見とれてしまって爆発しちゃう、はい、ハートブレイクっていう、見とれて爆発、ハートブレイクしちゃうっていう説明が
下手くそです、ね、すごいね、突っ込みたいことはね、いろいろあるんですけど、まあ、これは説明がね、これ難しいんですよ。これやってみたら分かるんですかね。やると分かります。やると分かる、はい、これ次回ぐらいに説明してもらえると ね、はい、その機会設けましょう。すいません、はい、ハートブレイク設けましょう、ね、ハートブレイクしちゃうんです、はいはい、ハートブレイクしちゃうんですね。そうなんです、まさに愛だとコメントがね来てますけど、まあそんな感じでカードっていうのが作られて、はい、カードそのものも集めて、うんうんうん、あとは素材を集めて強化していくっていう感じですね。で一緒にお金の要素なんかもあるので、あ、所持金がね出てますね。お金集めてカスタマイズしていくっていうところですね。はい、あ、普通の一般兵もね吹き出しがいっぱい出ますね。でじゃあちょっとマリーちゃんいるか、マリーちゃんがいるか、マリーちゃんいるかしら。待って待って、マリーちゃんの前にね、今そのなんか見覚えある人がねバレエやってるんだけどね、そのトス出してる人がなんか今見切れてるけど、今ちょっと見てみますか。そこ見ましょう。いや、トモがトスしてくれるの。そうですね、うわ、バレエや、いいえいいえ、キラキラキラ、雪村が謙遜するというね。はあ、これ ここの2人がやってるの、まあニャガ様ニャなんですけどね、猫なんですよね。そうですね、でも戦国時代のそういうキャラクターたちなので、ね、まあ、つながりはあってって感じですね。あと後ろハーハーしてる人が後ろにいます。は吐息が聞こえるってハーハーしてるって。そうなんですよ、一生懸命走ってる人がいるので、はい、一緒に走ってみますか。一緒に走るの結構難しいです。一緒に走るの難しいの、ちょっと速度がちょっと話します。疲れてきちゃった。もうソフィーもだから、まあ戦う、うん、まあ、ゲームなので。そうです、ソフィーちゃん錬金術一緒にこう戦うためには頑張って鍛えようっていう、うん、けなげですね、ソフィーちゃん。アトリエの戦闘は、まあ、ちょっと可愛らしいですもんね。そうですね、と比べるとね、あんまりこうトレーニングしてるっていうところはあんま感じなかったですよね、うん、キラキラしてましたからね、向こうのゲーム。で、あ、いた、いました、マリちゃん。お、いたマリちゃん、あ、思い出しますね、やっぱり南の島。私その島行ったことある、知ってる。行ったことある人いっぱいいるんじゃないですか ね、 ね、あの島で VR で ね、 でね、出ましたけど ね、 ね、ちょっとやりてえな。ザクトーに、はい、そう VR の島にね、はい、お、マリー、そういうの、あ、あ、いいですね、もうマリーちゃんはもう全てが可愛い。マリちゃんとほのかはね、すごい人気のあるキャラですね。そうですね、仲良しですよね、はい、そう、ぜひね、Uコードを上げたいんです、私の2人と。で、Uコードを上げるためのちょっとした、はい、まあ、ギミックといいますか、はい、要素がちょっとありまして、ここにですね、どうなさいますか、ヒーローたちから依頼を受けて、はい、その依頼を達成すると、まあ、Uコードが上がっていくっていうような仕組みを用意してまして、どうしましょうかね、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、あ、いた、マリちゃん、マリちゃんは属性付きのカードを集めてこいっていうような依頼を、ね、お使い的な感じのもあるんですね。そうですね、普通に戦闘してるプラスアルファで、うんうん、まあ、この依頼を受けて、うん、まあ、戦ってもらって、うん、でやるとそこでまた有効度が上がっていってって感じですね。おー、で有効度が上がるとそこからいろんな要素が解禁されていったりとか、会話の内容が変わっていったりとか、はははは、いうような形になりますね。でもぜひストーリー、メインストーリーだけじゃなくこっちも遊んでもらえると、はい、好きなキャラクターのいろんな一面が見れると、Uコードが上がると、 Uコードが上がると行ける場所があるんですよね。ここのこの何か怪しげなマークのところに行くと、これは今誰がいるんだろう。あ、え、俺様は鋼鉄のからくり人形だ。風呂で女と出くわしたところで惑わされはするか、やっぱり。いや、惑わされるのはね、はい、いいんですけど、す、これ結構大事なシーンだったんですよ、今。そうですね。なんで、時継ぐ？時継ぐはですね。なんで、やっぱこれをちょっとですね、はい、桶、桶をかぶってるのをちょっとご覧にいただきたいですね。あ、そうです、傘じゃないですからね。もともとはバージョン、ね、左の方の傘なんですけど、うん、はい、錆びてしまえって言ってましたコメントが。お風呂ではそこにあった桶をかぶっちゃ う、 っていう、ね、うん、そういうことなんですよ。違うよ、見たかったのはこれじゃない。いや、ね、もちろん時継ぐもいいんですけど、やっぱね、肌色がね見れるのかなと思ったんですよ。バックショットだけちょこっと、ああ、ああ、追い出され、はい、ああ
これね、大川は桜の模様が入ったバスタオルです。あ、本当だ。あ、こだわってますね、すごい。そうです、細かいところはいろいろとやってますので、はい、細かいところいろいろやってるのはもっと見せてよもうそう、仲良しになって大川が向こう側に行くと、はい、この前の姿が見える。そこまで行かないとあのバックショットしか見れませんので、はい、横度をどんどん上げてもらってるって感じですかね。めちゃめちゃずらすな、ふんさわさん、はい、これをすごいいろんなキャラクターと横度上がっていくと、たくさん入ってることもあるんですか、お風呂に。お風呂はです、何人か入ってることがあります。3人ぐらいの。そうですね、まあなんかあのマリーちゃんみたいなの、婚約みたいなね、がありますね。婚約もある。婚約もあります。はあ、これは仲良くなるしかあるまい。おおお、待って、一般兵も行くの、お風呂。あ、行かなかった、びっくりした。はい、戦闘疲れを取るには風呂が一番、そう思います。はい、じゃあこの辺にちょっとしときましょうかね。はい、こんな感じであの正規の方でいろんなキャラ、うん、よいしょ、んあれ、なんかあれ、じゃあ、とのプレイです。はい、そうですよ、とのプレイです。まあ、自分ですから簡単ですよね。そうですね、余裕ですね。はい、今なんかあのもう一個コントローラー見た気がするんです。気のせいですか。気のせいです。気のせいか。気のせいですね。まずは、あ、これ走ってる殿が。そうなんですね、対比がないから分かんないですけど。はい、 おー、対比、対比きた、対比きた。っていうか、そもそも声が渋いっていうと、はい、声渋い。あとね、この建物がちゃんと信長の野望の、あの建物になってて、はい、あの瓦というか屋根が、あのお城とかも安土城の猫耳ついてたりとかするんですよ。めっちゃ可愛いですね。そう、そして信長様はやっぱり現場あんまり出てしまったとしても、はい、すごい家来が戦ってくるわかります、この猫足軽の群れ。これ仲間ですからね。猫足軽も一緒にこの世界来ちゃったんですね。そうなんです、来ちゃった。やっぱ殿人望がね、あられますから。 そうなんです。そしてね、ウィリアムもね、あの、あ、ウィリアムいた、ほんとだ。フレンズとしていますから何のフレンズなのかな。フレンズ、はい、あれ、これはトノの部下じゃないですね。これは違う、ソフィーに来ました。ああ、トノ飛びすぎ。大丈夫ですか、トノ。危ない。ああ、氷つけたんだ、トノ。トノ燃やそう。トノ燃やそう。ダメ、燃やしちゃダメです、トノ。トノ燃えたら G エンドです、トノ。トノ燃やすのも燃やされるのも得意ですからね。いやー、 あ、なんか痛い痛い、ソフィー。トノあれですね、猫狩るのね、足軽の、猫足軽がね、頑張ってくれる、はい、めちゃめちゃ頑張ってますね。信長様のアクションはその猫足軽を一緒に呼び出して戦う。一人じゃない、一人じゃない、フレンズがね、フレンズがいっぱい周りにいろんなフレンズがいやー、これ殿はやっぱり銃なんです、ひな銃なんですね。殿は殿自身で戦う時ももうね、新しいもの大好きなんで。新しいもの大好き、うん、お、あ、来た。これちょっと殿と種族近いんじゃないですか。そう、なんか耳も似てますよね。ね、似てますね。いや、戦うのやめましょうか。ダメ。やっぱ、盾つくものはね、一回痛い目に合わせてあげたいです。ギャフンと。ギャフンと。殿やっちゃってください。やっちゃってください。おー。たまちゃん、かわいい。かわいい。かわいい。殿、あの、こういう女性どうですか、たまきちゃん。嫌いじゃない、嫌いじゃない、嫌いじゃない。そうです。あ、飛んでますよ、燃えてます。殿燃やされてます。殿燃やされたらダメです。殿燃えたらゲームオーバーです。殿燃えたら本能。あ、こら殿ダメです、そこは。あ、王冠も来た。あれ、あ、気がついたらいっぱいいますね。大ピンチじゃないですか。やばいじゃないですか。無双。殿ちょっと体力の方も、お、これ仲間を呼ぶんですよね。そうです。お、大元気のスキル、大元気に体力回復させてもらいましょう。回復するんでしたっけ。じりじり回復して持つべきものはフレンズですよね。フレンズですね、やっぱ友達って大事ですね。大事ですね。はい、高木、いた。高木と殿が戦ってるのあんま違和感ないですね。なんか意外と近しい感じ、近しい感じがしますね。あ、あ、通じるか。 あ、これは誰かやられてますよ、殿。殿が端っこに追い詰められた。足軽のみんな頑張って。足攻めされてる。やばい、逃げる。逃げましょう。待って、でかい人来た。これあの国違いますけど、殿どうですか、やっぱ他のね、海を渡った国の強者どうですか。やられてますよ。
どうですか？わしの方が強い。あ、そう方が強い。最強の読みながら高いあのキャラクターですからね。あのキャラクターやっぱね、射角の長さが強さの長さみたいな、ね、年々あれが伸びていってるという噂ですからね。伸びるし、なんか腰がすごいですよね。しなりがやっぱでかいですね。でかい、ね、吉と比べると大きさが半分もない。でも全然負けてないですよ、この足軽にやられるっていうこれはなんかだいぶシュールな、あ、カード出た。あ、カード。そう、先ほど言ったこれ先のカード。そうですね、ヒーローカードの手際出しの。なるほど、なるほど。でとか。なるほど、なるほど。ちょっと最後に無双フィーバーを見せていただけますか。お、無双フィーバー。無双フィーバーですね。いいですか。できますか。お、できると。出た。無双フィーバーだ。さすがどの。キラーン。やっつけちゃってください。お、これで、この時間内にすごい。そう、足が。そうです。いっぱい倒すと、だんだん仲間が応援しに出てきて。応援しに出てきて。お元気が応援してくれてますね。あ、来た。あー、来ました。なんか今、優雅ですね、二人。この二人に応援されるのは。あ、待って待って待って。あ、来た。武骨な、武骨な。超ノリノリで来たよ。待って、助っ人外人来た、助っ人外人。最後の助っ人外国人が。すごい強そうなの来た。来たこれ。めっちゃ打つよ、この人。応援してるフレンドがすごい。応援するフレンド強そうだな。ちゃんと攻撃してくれたりもするんで。あー。お、なるほどね、この仲間か。そう、あ、すげえ儲かってしまった。あれ、さすが殿。さすが殿ですね。従えてるメンツが違いますな。うむって言ってます。うむと大きく名付かれて殿、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ今度